テロへのの警警戒を強めているニューヨーヨクでは、厳重な警備の中、ロックフェラーセンターでクリリススマスツリーの点灯式が行われました。ロックフェラーーセンターのクリスマスツリーの点灯式は今年で83回目を迎えました。ニューヨーヨクでは、 過激派組織イスラム国がテロを示唆するような映像を公開して以降警備が強化されていて点灯式でも大きな手荷物などの持ち込みが禁止されました一方アメリカの大学の研究チームはイスラム国の支持者が国内に少なくとも300人いるとする報告書を公表しましたイスラム国のテロ計画に関わった疑いなどで逮捕された人が今年だけで56人に上っていることから 研究チームは、イスラム国の勧誘が活発化しているとして警鐘を鳴らしています。